関西テレビの原と申しますけど、昨日は被災者への不営住宅への提供を表明されたと思いますけども、阪神・淡路、東日本とこういった災害を経るごとに、こういった避難所であったり、仮設住宅をめぐる動きがただどんどん早くなっているような印象があるんですけども、このあたり、迅速に提供を表明した知事の問題意識について。僕は東日本大震災、そして熊本地震もそうですけども、今回、やっぱり地震、それぞれ違うところがあって、今回の地震、能登半島地震というのは、やはりこの時期が冬だということですね、真冬だということ、本当に大阪にいても寒いぐらいですけれども、これ、能登半島ですから、映像で見られて分かる通りですけども、非常に寒い冬に突入するしていると。そしてここからより寒い時期に入る、さらに能登半島特有だと思うんですけれども、やっぱり道路が分断され、ライフラインが分断されてしまっていて、水がなかなか復旧しない、そして今孤立集落も多くあると。輪島市だけで孤立集落が14集落あって、2800人の方がこの孤立集落にいらっしゃるというような状況で、避難されている方は1万2000人ですから、輪島市民の 人口の半分が今避難されているという状況です。ですので、そう考えたときには、だから避難所からそもそも移動もできない人もいるだろうというふうに想像いたしました。ですので、不営住宅、市営住宅を準備するというのは、これはすぐ判断できるんですけれども、大事なのはやはり今回も本当に風だから、一時的にであったとしても、ある意味なんとか避難できるような体制を被災してないところはやるべきだと思います。で、被災してない、大阪も被災してないわけですから、例えば即入居できるような準備っていうのは整えることができますのでね。あとは生活家電であったり備品だったりともどこにでも売ってるわけですから、そういったものを、まずこちらで準備をして、ある意味気のままでも、そのまま即日でも入居が開始できるような体制を整えるべきだと判断をしました。またもう一つは、やはりそういう状況ですから移動すらできない人たちもいると思うので、移動の支援も必要だというふうに判断をしました。つまり今避難所から行きたくても行けないよという人もいると思ったので、移動の支援の準備もやりました。これをして準備を整えて、あとはやっぱり不慣れの大阪なので、高齢者が多いと聞いてましたから、やっぱり薬とか、介護が必要な方もいらっしゃると思いこともあったので、それに合わせて大阪に来られたらすぐその生活の支援ができるような相談窓口、相談支援員ということも、これはある意味セットで受け皿を作るべきだと判断をしました。ただ先週の金曜日に判断しました。なので、そこから準備したわけで、準備して昨日受付の返すということをしました。で、これは時間との戦いだとも思ってまして、やはり、避難所というのは刻一刻と厳しい状況になっていきますので、できるだけ早くそういった即入居できる、あるいはその移動支援もあるような、生活支援もあるような受け皿を作るべきだと判断をして、この数日間で昨日発表しました。昨日から対象いたしましたけど、これまで26件のこの問い合わせがありました。そして現実5件については、おそらく入居にもなってくるだろうというふうに思います。これが今の現状です。またこれは当然今後増えてくるということになろうかと思います。今約2万6000人の方が避難所で生活されています。で、避難所で生活されている方はやはりその故郷は離れたくない、あるいはその故郷のコミュニティがあって、ここから出ることに対してはあまり出ないとは思わない、非常に助け合いながら避難所で生活しているんだと、そして自分の家があるから心配なんだという方も多くいらっしゃると思います。ですので、その中でもやはり希望される方もいらっしゃると思いますから、そういった方でも速やかにですね、本当に複雑だと思うんです。これは住居の受け皿を準備したらいいって、それじゃなくて、やはりその被災者の心境を考えると、非常に複雑な心境で今避難所です過ごされていると思うんです。なので、できるだけ、不営住宅、市営住宅を準備しても、準備をしましたというだけではなくて、しっかりとしたいろんな生活の基盤を整えた上で、いつでも
これは大丈夫ですというような基盤を整えて準備すべきだという判断をあのご自身は考えて作成していただいているということです。で26件の、先ほど報告を受けましたので、まあ、今後もし増えてくれば必要が需要があればですね、まあ、今300個準備しておりますけれども、これについては個数を増やしていこうと思います。関連してなんですけど、今知事はおっしゃったみたいに、やっぱりお年寄りが多いと、今あるコミュニティがなかなか離れるにくいというところがあって、過去の震災でも同様の問題が起きたと思うんですけども、何かその、個人個人ではなくて、そのコミュニティ単位で支援をするとか、そういったことも、なんか知事の頭の中で今後考えられたりされてるんですか。まず、やはり受け皿をたくさん準備することが重要だと思います。大阪府市でも300個こうやって準備しましたけれども、もちろんそれはやっぱ近い方がいいですから、石川県でもその周辺の自治体でも公営住宅の受け皿っていうのを作ったり、あるいはそのホテルに一旦は住めるようにと、避難できるようにというような仕組みであったり、あるいは長谷知事がされてますけれども、大きなスポーツセンターに 1.5 時避難ということで、そういった受け皿を作る。だからまずやっぱ受け皿をできるだけ頂上的に準備をするということが重要だろうなと思うんです。でその上で、例えば大阪で受け皿を作りましたけど、大阪も北陸に縁のある人がたくさんいるので、例えば大阪に、子どもたちは大阪に住んでるんだけど親が北陸でってやったら大阪に呼びやすいと思いますし、そういったことをうまく活用してもらえればいいなと、そういった場合でもうまく活用してもらえればいいなと思いますし、これ他の自治体でも同じような手間なわけで、できるだけ全国協力して受け皿を多く作っていく。この今の避難所はやっぱりどう考えたら過酷にいたし、それからすぐに改善するかっていうと、改善の努力はするんですよ、もちろんこれは我々だって1500名の職員派遣してその改善の努力は当然するんですけれども、やはりそのベースとなっている環境自体が水が届かない、断水されている状態で停電も多くなってきているという状態で、すぐにはこれが復旧しない見込みなのであれば、できるだけその暖を取れて、そして清潔な環境で一時的にでも避難する、まあ、とりわけ、例えば不意気と不意を越すためだけでも一時的に避難するというような受け皿を多く作ることが重要だと思います。またそのコミュニティ単位で移転するというのもやっぱりあると思いますので、そこはなかなか大阪でコミュニティ単位で来てくださいというのは、そういう複雑な環境からすると難しいと思うんですけれども、コミュニティ単位でやっぱり移転させていく、あるいはコミュニティ単位で非常に今避難所もばらけていますので、ある程度避難所をこう設備が整った避難所に統合していくというようなことも重要だと思っています。この問題意識は大阪府のいた先遣隊のメンバーも言ってましたので、なので、それは今後そういったことも出てくると思います。つまり近くのところでたくさんの避難所で不十分な状態であるよりは、統合させていって、でそこにそれぞれマンパワーも集中できますから、そこから一挙に遠くの大阪とかっていうのではなくてもね、近くの避難所からどんどんある程度こう、結合していくというか、そしてより環境整った避難所へというような手段も現実にこれから行われていくことになると思います。被災状況というのは日々一刻と変わってますので、ある意味大きな先も見ながらですね、本来できれば先の方向性も出しながらだと思うんですけれども、一時的にやはりこの、避難所 この厳しい状況を少しでも改善することに皆が努力をしていくべきだと思います。本当に複雑だと思いますよ。いやそれだったら今報道されているようなものを見れば、いやそれだったら例えば、ね、少し離れたらいろんな暖かくて他の場所があるんだから、そこにすぐ移転すればいいんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、そこまで単純ではなくて、話はそこの地域でずっと育ってこられた方が、地域のコミュニティがあって、そこで共同で避難しているときに単純な話ではないですけど、
まあ、もちろんそれも分かった上で、まあ、我々も大阪も300個もそれを準備してますし、分かった上でやっぱり頂上的に受け皿を準備して、でもやっぱり冷静に見ると今の今の状況っていうのは、あのすぐに水道なんか、もう水道なんかすごく大切ですけど、そういったものはあのすぐにどうも復旧しない、見込みなのであれば、ね、本当にこれあのそこの避難所の環境を変えていく、つまり避難している人があの移動してより環境のいいところがあるわけですから、そこになんとかこうあの確保していくということが重要になってくると思います。おそらくこれから、まあ、さっき保健衛生の観点から見たらあのインフルエンザとか新型コロナとか感染症も流行ると思うんですよね。あのだって寒くて衛生環境も良くないわけですから、で高齢者の方もいらっしゃるのでリスクが非常に高いですから、まあ、できるだけ、まあ、そういった避難されている方のコミュニティだったり個別事情というのを配慮もしながら、できるだけこの環境のいいところに、を受け皿を準備して、そちらの方に促していくということが大切かなと思います。できるだけそういった環境に被災してないところはできるだけそういった環境のところを作っていくということが重要だと思います。